アロルディス・チャップマン、アルベルティン・アロルディス・チャップマン・デラ・クルーズ、アルバートン・ロールディス、チャップマン・デ・ L.A. クルス、1988年2月28日体は、キューバ共和国オルギン州、オルギン出身のプロ野球選手、投手。左投げ左だ。現在は、MLB ニューヨークヤンキースに所属。メディアによっては、チャップマンと表記されることもある。 MLB 史上最速となる105.1 MPH の記録を保持し、ギネス世界記録にも認定された。2014年7月11日にはリリーフとして、歴代最高となる40試合連続脱三振を、記録記録は49試合までの下。2015年7月19日、史上最速通算500脱三振を達成。相性は、ザミサイル、当初、 ボクサー志望で一塁手を経て投手へ転向するが2005年ジュニア世代のリーグ戦の成績は2勝6敗防御率4.27であった2005から06シーズンのセリエナシオナルデベースボール出場2006から07シーズンには規定投球回数不足ながらリーグ最多脱つ三振のタイトルを記録した7月に2007年パンアメリカン競技大会の 野球キューバ代表に選出された。同大会では、準優勝で銀メダルを受賞した。11月に、第37回アイブフワールドカップのキューバ代表に選出される。同大会では、大会最優秀左投手に選出された。3月に開催された第2回ワールドベースボール、クラシックのキューバ代表に選出された。同大会では、第二ラウンドの日本戦で先発し、 二回一、三を三失点で敗戦投手になる。七月には第十二回ワールドポートトーナメントのキューバ代表に選出された。大会期間中にヨーロッパの小国アンドラに亡命した。一月10日に新シ種シナ・キレッツと総額3025万ドルの六年契約を結んだ。開幕はトリプル A 級ルイビルバッツで迎え。 先発で起用されるも6月に0勝4敗、防御率5.84と不振に陥り、シーズン途中にクローザーへ転向。8月27日のコロンバスクリッパーズ戦で105メートル PH、約時速169キロメートルをマークした。8月31日にメジャーに昇格し、その日のミルウォーキーブルワーズ戦の8回に、メジャー初登板。1回無安打、1奪三振。 無失点でメジャーデビューを果たした。投球した8球のうち速球は6球で、すべて98メートル pH、約時速158キロメートル以上をマークし、最速は、球場表示で102メートル pH、約時速164キロメートルを、テレビ中継では103メートル pH、約時速166キロメートルをマーク。翌日には、ピ・チフ、 X で 103.9mph、約時速 167.2km をマークし、ジョエルズマヤに次ぐ、歴代2位の球速と公式に認定され、9月24日のサンディエゴパドレス戦で、史上最速となる 105.1mph、約時速 169.1km を記録。この時に打席に入っていたトニー・グイン・ジュニアは、 目の前を通り過ぎるまで見えなかったコメントした。4月18日のピッツバーグパイレーツ戦では、球場の表示で106メートル PH、約時速170.6キロメートルをマーク。しかし、テレビ中継の表示では105メートル PH、約時速169キロメートル、ピッチフ、X では102.4メートル PH、約時速164.8キロメートルと、 掲示され、公式記録としては認定されなかった。本人は、調子は良かった。でもスピードのことなんて気にしないで投げているとコメントし、監督のダスティベーカーは、彼は休み明け、106マイルを出しても不思議ではないと、コメントした。この年の最高球速は103.4メートル PH、約時速166.4キロメートル。幕直後に抑えに回り、 予し給率を前年よりも大幅に改善するなど38セーブを挙げた。この年の最高急速は102.7メートル PH、約時速165.3キロメートル。の最高急速は104.0メートル PH、約時速167.4キロメートル。1月28日にレッツと500万ドルの1年契約に合意した。 スプリングトレーニング中の3月19日に行われたカンザスシティロイヤルズ戦でサルバドールペレスの打球が顔面に直撃。翌日左目の手術を行い、投球練習までには10日から14日間かかり、実戦復帰には4週間から5週間かかる見込み。5月10日に故障者リストから外れた。復帰後は例年通りの調子を取り戻し、54試合に登板した。 7月11日のパイレーツ戦で、リリーフとして、歴代最高となる40試合連続脱三振を記録し、その後記録を49試合まで伸ばした。54イニングで106脱三振は、9イニングあたりの脱三振率は17.7であり、これは2012年に、クレイグ・キンブレルが記録した16.7を上回り、歴代最高記録、50イニング以上が対象である。 この年の最高球速は103.8メートル PH、約時速167.0キロメートル。また、シーズンを通してのフォーシームの平均球速が初めて100メートル PH を超えた。7月19日、史上最速となる292インニングでの通算500奪三振を達成し、クレイグ・キンブレルが持っていた記録を更新した。 2015年12月28日にケーレブ・コーザムとのトレードでニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。2月26日に前年オフに恋人に対して八方八回と首を絞めたりしたなどの DV の容疑で開幕から30試合の出場停止となる処分を受けた。4月30日にアメリカ合衆国の市民権を取得し、第4回 WBC アメリカが衆国代表選出を熱望していることを公表した。5月9日のロイヤルズ戦で復帰し、遺跡後初登板。翌10日の同カードでは遺跡後初セーブを挙げた。チームでは7回を投げるゲリン・ベタンセス、セットアッパーのアンドリュー・ミラー、抑えのチャップマンで勝ちパターンとして起用され、この3人を3ヘッティットモンスター、3つ頭の怪物と呼称されたり、 チームが3人の頭文字を取り得点、乱を与えないという意味で、ラン DMC を真似た、ノーランズ DMC、T シャツを販売したりもした。ヤンキースでは31試合の当番で20セーブ、防御率2.01の成績だった。2016年7月25日に、アダム・ウォーレンら、マイナー選手3名とのトレードで、シカゴ・カブスへ移籍した。カブスでは、 ヘクターロンドンが抑えを務めていたが、ロンドンは、セットアッパーに配置転換され移籍後も抑えを務めた。移籍後は28試合で1勝1敗16セーブ、防御率1.01と好調を維持、シーズン通算では59試合で4勝1敗36セーブと5年連続30セーブを記録した。30試合の出場停止が響き、前年まで4年連続で達成していた100、 脱三振には届かなかった。ポストシーズンでは、サンフランシスコジャイアンツとのディビジョンシリーズで4試合すべてに登板。第3戦ではリードを守れず降板したが、それ以外ではセーブを上げ、チームはリーグチャンピオンシップシリーズ進出を決めた。ロサンゼルスドジャースとのリーグチャンピオンシップシリーズは4試合に登板。2点リードの8回虫満塁の場面で登板した第1戦では、 同点2点タイムリーを打たれ、セーブに失敗したが、それ以外の3試合では、合計3回に、3をセーブこそつかなかったものの無失点に得た。クリーブランド・インディアンスとのワールドシリーズでは5試合に、当番。一勝一セーブ、防御率3.52の成績だった。特に第5戦では1点リードの7回1死2類の場面から当番し、2回に、3を無失点。 4脱三振で締めてセーブを挙げた。11月3日に FA となった。2016年12月8日、ニューヨークヤンキースと5年8600万ドルで契約に合意したと報じられ、12月15日に正式に契約を結んだ。これは救援投資としては史上最高額であった。は、開幕からおえを任されたが、5月14日に、 海戦筋鍵盤炎症で故障者リスト入りした。6月に復帰したものの本調子ではなく、度重なる救援失敗で8月後半から中継に配置転換された。9月には11試合で12イニング無失点と、副調子抑えに戻ったが、トータルでは22セーブ、防御率3.22と抑えを務めるようになった2012年以降では、最も低い成績に終わり、 連続30セーブも5年で途切れてしまった。は、開幕から好調を維持し、7月までに45試合登板で、防御率1.88を記録していたが、シーズンを通じて、左膝拳炎に苦しみ、8月22日から、故障者リスト入りした。9月に復帰したものの、抑えを務める場面は限られ、シーズン通算では55試合登板で3勝無敗32セーブ。 防御率2.45という成績に終わった。スリークォーターから投げる、最速105.1メートル PH、約時速169.1 k m 平均急速99から100 m PH、約159時速161 k m メートの、ホーシームと、平均87から88メートル PH、約140時速142 k m の、 スライダーの2球種で全投球九割超を占め、時り80メートル PH 台後半のチェンジアップを投げる。脱三審率 k q が極めて高く、MLB 通算脱三審率は15.0。その一方で細かな制球力に欠き、通算の良し球率 b b q は4.2。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。